ヌミドテリウム科は約5870万約4600万年前の北アフリカに生息していた極めて原始的な特徴を持つゾウの一分類群。競技でいう場合のゾウ、すなわち新長美類として現在知られている限りで最古のグループである。同時にトカの最初期の一族であるホスファテリウムはすべての長尾目の中で最古とされる。ヌミドテリウム ダオイテリウム、ホスファテリウムの3属で構成される。化石は、模式属であるヌミドテリウムは、死神世の中期層から、ダオイテリウムは、同じ世の初期層から、そして、これらに先行するフォスファテリウムは赤新生の中期層から発見されている。特にヌミドテリウムは、ほぼ完全な骨格化石が、アルジェリアよりもたらされている。本家の動物はいずれも、 非常に小さく、最初期のフォスファテリウムなどは、体長わずかに60センチメートル程度と、犬並みである。ヌミドテリウムにしても、体長1メートルほどでしかない。しかし、当時の北アフリカにあって、彼らは、原生のカバと類似するニッチを獲得していたと見られている。つまり、水草を主食に必順な環境で暮らす、水陸両生の哺乳類としての推測である。 彼らのニッチは、死神よも後期になって現れる萌えリテリウムかとおおよそ、同じであったと思われる。ありがとうございます。